失敗の先に谷底はない。失敗しても人生の終わりじゃない。失敗のその先に成功がある。そういうことですよね。はい、どうもこんにちは。子供の心に火をつける MC ミスターおかっちです。親子で学べる生き方の授業を本気でやってます。チャンネル登録よろしくね。今日紹介する熱い言葉は、失敗とは成功への道。失敗したらどうしようがなくなります。だから失敗が怖い人、やりたいことになかなか挑戦できない人は必ず見てください。後悔させません。はい、こんなことはありませんか？負けたらどうしよう、振られたらどうしよう、好きな女の子に嫌われたらどうしよう、不合格になったらどうしよう、ミスしたらどうしよう、100点取れなかったらどうしよう、失敗したらどうしよう。昔のおかっちがそうでしたね。もう失敗がとにかく怖かったの。だから負けることが怖かったから、絶対に勝てる相手としか戦わへんし、振られるのが怖かったから好きな子に話しかけることもできへんかった。不合格になったらどうしよう、不合格になることが怖かった。だから試験を受けなかったし、ミスしたらどうしよう、ミスが怖かったから自分が大好きなバスケットボールを自分でやめました。な、こんな感じで何をするにしても、失敗したらどうしよう、間違えたらどうしよう、負けたらどうしよう、不合格になったらどうしよう、完璧にできなかったらどうしようって、とにかく失敗が怖い病でした。失敗は怖い病、病気やってん、重症やったわ。この病気にかかってたからどんなことでも挑戦できへんかった。なんでおかっちは失敗は怖かったのか。それは失敗したら、な、失敗したら、人生が終わると思ってて、失敗イコール人生の終わり。そういうふうに思ってたんよ。こうテクテクテク歩いていくやろ。で、失敗するやろ。失敗したらお父さんに怒られる、お母さんに怒られる、友達にもバカにされる。なんで失敗すんねんって、居場所がなくなって試合には出れなくなったり、そして何よりも自信がなくなる、傷つく、自分のことが嫌いになる。だからこうやろ、こうやって挑戦するやん、挑戦するやん、挑戦して失敗したらヒュルヒュルヒュルって落ちていって、でここな、谷底、谷底、人生のどん底よ。ここね、もうな、崖みたいなになってて、スルスルって落ちて大怪我してしまって、なんやろ、もう人生のどん底というか、人生の終わりというか、負け犬みたいになると思ってたんよ。だからおかっちにとったら、失敗するということはな、死ぬことよりも嫌やった、怖かったんよ。でも今ならはっきりとわかる。これまで40年生きてきて、いろんな失敗をやってきた。な、アメリカの空港、飛行機乗るとこや。そこでバンバンバンってな、銃を撃つような戦いが始まった。そこでどうしよう、どこに逃げたらいいんや、こんなとこに来るんじゃなかったって、そういう思いをしたこともあるし、ね、友達から預かった10万円をなくしてしまったこともあるし、そして大好きやった彼女とお付き合いしたけど、振られてしまったこともある。いろんな問題、いろんな失敗をしたことがある、これまでな。でも、おかっちは今、幸せに生きてるやん。そうだろ？人生の終わりじゃないやん。そしてもう一つ、今回今年の5月におかっちは自分の本を出版することができました。これはおかっちの夢やってね、おかっちが夢やった本を出版することができて、そして成功することができたんよ。だから今ならはっきりとわかる、これは間違ってるということや。世の中には失
敗という道と成功という道がある。これがまず間違ってる。そして失敗は人生の終わりじゃない。失敗の先にあるのは谷底じゃないねん、成功やねん。いろんなことを失敗して、失敗を積み重ねることで成功に近づいていって、そして失敗のその先には成功がある。つまり失敗とは成功への道やねん。しかもこの道は一つしかないんです。いいですか、いいですか。成功するためには、ここのゴールに行くためには、失敗という道を通らないと絶対に成功できへんねんな。今回はっきりと分かった。本を出版したいな、本を出版したいってミスターおかち25歳の時に思ったんよ。15年前です。だからまずは本を書いてきて、書いてみて、いろんな出版社さん、本を出す会社に出しに行って、この本出してもらっていいですかって出しに行ったら、ブブー、出せません、断られましたな。これ失敗やん、おかちにとって失敗やった。本出したかったのに出せませんって言われた、失敗した。その時に分かってん、ミスターおかちには実績がないな。本を書く資格がないねん。全然偉くなかったし、結果も出してない、いわゆる実績を出してないから、本をおかちの本、おかちが本を出しても誰も読みたいと思わへんねん。それが分かった。だからおかちは実績を作ろう、自分だけの武器を作ろうと思って、会社を辞めてアメリカの大学院に留学しました。そこで心のこととか、どうやって子供に教えるのか、そういうことを徹底して学びました。そしてこの和歌山に学校を作って、たくさんの子供たちに、何やろ、自分がやりたいことを見つけたり、自分がやりたいことに挑戦する、そういう勇気をプレゼントする、そういう授業をたくさんやってきた。だから少しずつ実績はできてきたんよ。これやったら本を出せると思って、だからおかっち、もう一回本の企画書を出版社に持っていきました。これならいけるんちゃうって。じゃあ、ブブー、断られました。言われてな。あなたは確かに、アメリカに留学したし、生徒さんもたくさんいるし、あなたたくさん勉強してきたってことは分かったよ。でも、全然有名じゃないね。あなたのことを誰も知らないよ。確かにそうやなと思った。和歌山市という狭い場所やったら、ちょっとは有名になったかもしれへん。でも、和歌山市を出て、大阪に行って、東京に行って、日本全国に行ったら、おかっちのことを知ってる人は誰一人いない。そういう状況やったら、そんな有名じゃなかったら、誰にも買ってもらえない。そう分かって。だから、おかっちは、YouTube。この YouTube を始めたの。この YouTube をやったら、和歌山だけじゃなくて、日本全国、そして世界の人たちに、ミスターおかっちのことを知ってもらえる。そう思ったからよ。そう思って、有名になろう。そう思ったから YouTube をやってんねん。そしてね、チャンネル登録も増えていって、おかっちの YouTube を見てくれる子供、そしてお父さんお母さんが増えてきた。これならいけるだろう。そう思って、出版社に持っていきました。ブブー。失敗。言われたよ。確かにあなたは実績もあるし、有名にはなった。でも、この本の内容が悪い。タイトルが悪い。言われた。その時のタイトルは、伸びる子を育てるための方法。な。伸びるって成長するってことな。伸びる子を育てるための方法。みたいな本を書いたんよ。でもな、それって他の偉い人がたくさんも出してるんやって。本屋さん行ったらそういう伸びるこの本っていっぱいあんねん。だからいっぱい本がある中で新しく本を出しても、それっては売れないよって言われて、その時に分かった。今の本屋さんにない本を書かないといけない。しかもミスターおかっちにしか書けない本、
そんな本を書かないといけない。そう思って考えて、お価値は伸びる子ではなくて、やり抜く子を育てる本を作ろうってことを思いついたんだよ。これならいけるって思って出版社さんに持っていきました。やり抜く子の育て方どうですか？持っていった。じゃあ、ブブー。これもダメやったんよ。なぜか。テーマは良かった。内容も良くなった。でも、文章が全然おもんなーい。そう。だっておかちは書くっていうことは素人。勉強してなかった今までな。な、教育とかバスケットとかダンスとかどうやって教えるっていうのは勉強したけど、書くことで人を楽しませるとか分かりやすく伝えるっていう勉強を全然してなかった。だから書く技術、スキル、能力がないって言われたんだよ。確かにへこんだ、悲しかった。でも分かった、書く技術を身につけたら本を出せるんじゃないか。そう思った。だからおかちはいろんな本を読んだよ。速読、瞬読って言うねんけどな。本を早く読む技術をマスターして身につけて、たくさんの本を読んで、いろんな書き方、そして本の内容の文章の作り方っていうのをたくさん勉強して、それを読むだけじゃなくて自分でも書いて発表した。それを何度も何度も何度も繰り返して、そして一冊の本ができた。そしてそれを出版社さんに持っていったら、ピンポーン、合格です。出版社さんに言われた、この本を世の中に出したい。そして子育てで困っているお父さんとお母さんにこの本を読んで自分の子育てに自信を持ってもらいたい。だからぜひうちの出版社で本を出してくれないか。そういうふうに言われてん。つまり本を出版するという夢を叶えることができたんですよ。本を出版するな。わかるかい？わかるかい？わかるよね、今だったら。おかちが本を出版するこの夢を叶えて成功することができたのは、いろんな失敗をしたからやね。いろんな失敗をすることで自分には何がダメなのか、何が足りないのかが分かった。だからアメリカの大学院に留学して勉強して、そしてこの YouTube を始めてテーマを変えて、それから本をたくさん読んで面白く書く技術を身につけた。だから成功することができた。だから本を読むこと、本を書くことができたんだ。わかるかい？ちょっと待って。だからあなたに伝えたい。失敗の先に成功がある。逆を言ったら、失敗しないと成功はできへんということや。成功っていうのは人それぞれ違うな。テストの、ピアノの発表会でいい演奏をする、バスケットボールの試合に勝つ、漢字検定テストで合格する、お医者さんになる、いろんな成功はあると思う。ただ言えることは、成功するためには失敗するしかないね。やってみて、行動してみて、そこで何があかんかったか、失敗した時に考える、自分があかんかったことを考えて、そしてそれを考えた作戦をもう一回やってみるな。これおかちみたいに実績がないって分かってアメリカに行って、そしてもう一回失敗して、もう一回失敗して、もう一回失敗してってこと繰り返してたやん。それと同じや。まずやってみて、失敗したらその失敗から学んで、学んだことを作戦立ててもう一回やってみる。それを繰り返せば繰り返すほど成功に近づいていく。そして夢を叶えることができんね。目標を達成することができんね。わかるかい？失敗の先に谷底はない。失敗しても人生の終わりじゃない。失敗のその先に成功がある。おかっちはあなたが失敗を恐れずに自分がやりたいことに挑戦して夢を叶えていくことを心の底から